大丈夫ですか。3時になりました。ラジオ機の皆さん、こんにちは。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。 FM 読谷、土曜日の午後のひととき、グーチョキパーでご一緒いたします。子育て応援団の恵子先生です。本日も4時までのんびりお付き合いください。本日はかわいいお客さんがゲストでこちらのスタジオに来ておりますよ。それではオープニングはビルディングブロックスのキジムナの子守歌です。どうぞ。改めましてこんにちは。 FM 読谷グーチョキパ、子育て応援団の恵子先生です。平成29年2017年12月2日、本日のグーチョキパ452周目です。スタジオからの生放送でお届けしております。スタジオは地域振興センターの3階の方にございます。さて、3時というと、小さいお子さんをお持ちのご家庭ではお昼寝が終わっておやつの準備をしている頃でしょうか。一緒におやつをしながら聞いているご家庭もあるんでしょうね。お仕事をされている方々はコーヒーブレイク、3時ゆっくりをしている頃でしょうかね。このグーチョキパーの番組では、昔懐かしい童謡やわらべ歌、アニメソングなど子どもたちの歌を中心にお届けしております。のんびりゆったりとした心のふるさとを一緒に取り戻していけたらいいなと思ってます。またジャンルは違っても、子育て真っ最中のお母さんお父さんにお届けしたい情報でありますとか、それから子どもたちに歌い継いでいってもらいたい歌などがございましたら、ぜひ、メールなどください。お待ちしておりますね。メールアドレスですね、小文字で fm786@fmyomitan.co.jp ですね。グーチョキパー恵子先生宛てにお送りくださると、こちらの方に、ね、届きますので、皆さんと一緒に番組を作り上げられたらいいかなと思ってます。12月
になりましたね。申しますということでね、12月ですけれども、まだまだ日中は、汗ばむくらいの季節ですね。季節の変わり目、インフルエンザもね流行りつつあるみたいですので、ぜひ皆さん体調管理十分気をつけてください。そして、今日は何の日ということで少し情報を提供しますね。今日は日本人宇宙飛行記念日なんだそうですよ。1990年のこの日、 TBS の秋山、豊弘さんとおっしゃいましたかね、ソ連のソユーズ宇宙船に乗り、日本人初の宇宙飛行に成功した記念の日なんだそうです。それから1998年、平成10年、こと奈良の文化財、世界遺産登録が決定したということでね、文化財が世界遺産に登録した日、決定した日でもあるんだそうです。あと、国際デーということで、奴隷制度廃止国際デー、国連総会で人身売買及び、他人の売春からの搾取ということに禁止に関する条例ということでですね、それが採択された、奴隷制度廃止国際デーでもあるんだそうです。12月はね、死が走ると書いてね、先生たちが走るということでしょうかね、師走とも言います。それから、春待ち月、それから梅初月、それから小月、旧月、序月など、いろいろな呼び名がありますけれどもね、なんといっても12月になりますと、もう12月の声を聞くとデパートやそれから、スーパーとかね、いろんなところでもうサンタクロースがあちこちからね、サンタさんのクリスマスソングに乗ってこう聞こえてきたりするんですけれどもね、まだまだ寒くならないのでね、そういう、季節感はなかったりするんですけれどもね、子どもたちの、お楽しみの夢の月でもありますね。さてスタジオでは、先々週から、こちらの、グーチョキパーで第37回読谷村 PTA 連合会の、主催します平成29年度読谷村童話お話意見発表大会の読谷村の代表というよりも各学校を代表したお友達が、スタジオの方に来ております。実はそうですね、一昨年まではですね、読谷村の代表になった、お友達に来ていただいてたんですけれども、なんとなんかこうリスナー のファンの皆様からですね、各学校の代表のお友達でもとっても素晴らしい童話お話意見発表をしているので、ぜひそれもグーチョキパーでこうゲストで迎えてくださいという意見がございました。それで去年はですね、希望者ということで、読みピーレンの方にこうアクセスしました。読みピーレンの方から各単品の方、各学校のその PTA の、会長さんの方に連絡を取って、そして保護者に、了解を得たお友達がね、昨年から出てるんですけれども、皆さんとても初めて FM 読谷を訪ねてきたとかね、すごい感動して、そして聞いた方々もすごい感動のこう声が聞こえました。それで今年も、読みピーレンさんと一緒にそのお話をしましたら、早速各 PTA 連合会の方に連絡をして、そしてお母様たちに連絡を取って、そして今日の運びとなっております。先々週は、読谷小学校と時小学校のお友達が出てくださいました。で、先週は木名小学校のお友達が出てくださいました。で、今日はですね、古源小学校低学年の部の古源小学校の、お二人と、それから、高学年の部の古源南小学校のお友達がこのスタジオに来ておりますので、皆さんに自己紹介をしてもらいたいなと思っています。ユーストリームでご覧の方はね、今こう映ってますから分かりますよね。ちょっとマイクに向かってこう緊張していますけれどもね、第一声を聞いてみましょうね。皆さんこんにちは。こんにちは。やっぱりさすが素敵な声で、元気な声でご挨拶してくれました。それでは自己紹介お願いします。古源小学校の3年3組宮城春人です。すごい、はい、お願いします。古源小学校の3年3組大崎レオンです。古源南小学校4年1組の日田リリです。はい、
皆さんね、なんか初めてですか、この FM 読谷のスタジオには。はい、よかったですね。でもね、こういう機会にね、みんなでこうスタジオも新しくなったんですよ。ここも前はね、文化センターのオートリホールのところにあったのね。わかりますか、あそこにあったってことはね。ね、今日はこちらのスタジオでマイクに向かってお話をしてもらうんですけど、どんな気持ちですか？ドキドキします。ちょっと緊張します。緊張してる。少しリラックスできて発表できたらいいです。ああ、リラックス、さすがお姉ちゃんですね。高学年をリラックスできてできたらいいなと言ってましたが、体育館ではほら、ね、童話お話大会の時は体育館でやるからすごい大きな声出すもので、どうですか、この体育館でやるのとここでやるのと、なんかどちらの方が緊張しそう？ラジオの方が緊張しそう。ああ、そうなんですね。あ、マイクに向かってやることの方がね、もっともっと緊張するって言ってますけれどもね。ハルトさんは、古源小学校で、古源小学校の校長先生のお名前は何ておっしゃるんですか？崎山智子。崎山智子先生。古源南小学校は長浜正弘校長先生ですね。先ですね。そして皆さん、担任の先生のお名前も教えていただけますか？名字なんだっけ？徳田エリカ先生。同じです。徳田エリカ先生。そして大木めぐみ先生。ね、先生たちもこの童話お話大会の時ご指導してくださいます。はい、はい、ああ、そっか。お家でだいたいこうお父さんお母さんと一緒に練習したのかなこの童話大会の題材を、題材ってお話しするものを選んだのは誰ですか？あると3枚のお札。ああ、誰が選んだの？自分でです。ああ、自分で決めたんですね。自分が面白いものだと思ったので、うん、自分で決めたんですね、はい、そっか。で、リリさんは高学年だから、高学年は、お話大会ですよね。お話はこう童話を覚えるのと違って、どうしてた？作文を書くのがちょっと時間がかかったけど、うん、できて覚えるのにはすぐ覚えられたのでよかったです。ああ、自分で書いたものだからね、すぐ覚えられるんですね。そっかそっか。じゃあね、今日はもう低学年の古源小学校の春人さんと、宮城春人さんと大崎レオンさんは、高学年の飛田リリさんのお話もね、聞くことができて、来年は皆さんも高学年ですね。はい来年も頑張りますか？はいまあすごいね。じゃあもう来年もお楽しみですね。うん、とても楽しみにしてます。学校の勉強もみんな頑張ってるのかな？はい、ハルトさんは何が好き？教科では算数。算数が好き。国語です。国語が好きなんだ。理科と社会が好きです。あ、すごいね。みんなお勉強もしっかり頑張ってるんですね。それでは、CM の後に、もう今日は時間がですね、もう押している中でしたけれども、あ、少しゆとりができたのかな。じゃあ今日3名さんなので、CM の後にまず、ハルトさんからお話をしてもらいましょうね。通話してもらいますので、少し準備をしていただきたいなと思いますが、その前に、お知らせがございますので、番組からのお知らせをいたします。浪浦給油所より車検キャンペーンとスタッフ募集のお知らせです。ただいま浪浦給油所では安心車検キャンペーンを開催中。見積もり無料で、通常価格よりもお安くなっています。さらにお得クーポン、商品プレゼントや割引、代車無料などの特典もついています。同時にスタッフを大募集しています。フリーターさん、学生さん大歓迎。時間帯、大相談ということ、相談に乗りますよということですね。週末祝祭日だけでも OK ということで、安心して働けるアットホームなガソリンスタンド、浪浦給油所さんが、スタッフを募集しています。スタッフ募集車検キャンペーンの詳しいお問い合わせは、098-958-2686、098-958-2686、浪浦給油所までご連絡ください。以上、浪浦給油所より車検キャンペーンとスタッフ募集のお知らせでした。では、皆さん、こちらのゲストの皆さん、CM の後早速お話ししていただきますが、皆さん頑張ってくださいね。はい、はい、もう一度頑張ってくださいね。はい、はい、それでは、CM の後早速動画お話、やっていただきます。それではここで CM です。
反転の象徴のグスク、先人たちの気づいた英知の決心。私たちは、そこに座って、かつてのことを一番に、次喋るものをしなきゃいけないです。お手伝いをしています。あなたの笑顔を作る。何だっけ、どこだったっけ、分からないです、触ったことないです。あ、これこれ、内臓の曲。FM 読みたんぐーちょきパスタジオから生放送でお届けしております。子育て応援団の恵子先生です。本日は、読みたん村童話お話大会のお友達が、スタジオの方にゲストとして来ております。早速、童話、お話やっていただきたいと思います。まずトップバッターです。今日のトップバッターは、古源小学校3年生宮城春人さんによります3枚のお札です。動作って言う、動作ってあるんですか。昔山寺に孤独がいました。ある日のことです。山で一人の婆様に会い、うちに遊びにおいでと誘われました。寺に帰ってお嬢さんに相談しました。それは山んまかもしれない。このお札を3枚あげるから、困った時はこのお札に頼むんだよ。孤独子は嬉しくて嬉しくてトントン跳ねて山へ行ってしまいました。お、よう来たよう来た、さ、上がれ、栗いっぺん煮てあるよ、単独ウェア。孤独子は腹いっぱいになるまで栗を食べると、コトンと寝てしまいました。夜中、孤独子は目を覚ましました。すると、婆様がにっかにか笑いながら包丁を研いでいたのです。孤独子うまかろうにっかにか。孤独子うまかろうにっかにか。いや、やまんまだ。見たな、見たな、孤独。ヤマンマがギロリと振り返りました。ほら、何も見てねえ。おしっこがしたいだけだよ。何？しょんべんだ？よーし。帯で逃げないように縛ってからしょんべんさ、行け。便所に入ると、小賊子は柱に帯を結びつけ、お札よお札、おらの代わりになって返事してけろ。小賊正面さ、出たか？まだだー。小僧、正面さ、出たか？まだだー。お札が返事をします。小僧、出てこい。ヤマンマが力いっぱい帯を引っ張りました。すると、柱がスポッと抜けて、吹っ飛んできたのです。逃げたな、小僧。ヤマンマは走り出しました。あ、来た！食われるよ。小賊子は必死になってお札を放り投げました。大きな川になれー。なんだかはこったらかは、なんだかはこったらかは。ヤマンマはシャガ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 泳ぎ始めました。待てー小僧。ヤマンマの声はずいぶん迫ってきました。小賊子はいよいよ
最後の一枚のお札を投げました。大きな砂山出ろー。なんだ山こったら山、なんだ山こったら山。ヤマンバは砂山をあっという間に登り切ってしまいました。その頃小僧はお寺の門にたどり着きました。お嬢さん開けてくれ、ヤマンバが追いかけてくる。小僧子が飛び込んで隠れた途端、ヤマンバが吹っ飛んできました。お嬢、小僧子はどこだ。小僧はおらん。そう言うと、そう答えるといろいろで餅を焼き始めたのです。ヤマンバはその餅が食べたくてたまりません。のう、ヤマンバ、お前大乳洞に化けられるか。おお、いくらでも化けられるわ。ヤマンバの体はずんずん伸びて大乳洞になりました。いやー、これはすごい。しかし納豆には化けることはできないだろう。化けてやるわい。ヤマンバは小さく小さく小さくなって一粒の納豆になったのです。お嬢さんはブーッと膨らんだ餅を取るとくるりと納豆を包んでパクッと食べてしまいました。めでたしめでたし。じゃあみんなで拍手すごいね。これは、3枚のお札というねお話なんだよね。これをごめんなさい、ありがとうございます。3枚のお札というお話だったんですけれども、どうですか、ステージでやるのと体育館でやるのとここと、どうでしたここの方が緊張しました。ここの方が緊張しましたね。あ、そっか。なんかね、あの小身振りをするときにね、マイクからね、はい、声が遠くなったりとかっていうことがね、はい、あったりするので、ちょっとこう、気になったかなと思いますね。そして本当はそのまま続けてお話しようと思ったんですけれども、はい、大丈夫ですか、スタンバイ。あー、OK です。OK ですか。それでは、時間ギリギリだと思うんですけれども、やりますか。それでは、はい、じゃあ交代をして、こちらの方で、それでは続きまして、古源小学校3年生大崎レオンさんによります、父さんが作ったタコは世界一です。どうぞ。立派だな、でっかいな。ここはとんがり山の山奥です。父さんだぬきと母さんだぬきと五つ子の子だぬきたちが暮らしています。ある朝、子だぬきたちが目を覚ますと、枕元に大きなタコが置いてありました。父さんが作ってくれたんだ。父さん忘れなかったんだ。子だぬきたちはもう大騒ぎ。早速たこ揚げの練習です。風は南風、風に向かって一緒に走る。いいかい。父さんだぬきが歌い出しました。子だぬきたちも歌い出しました。たこたこあがれ、たこはあがる。あがって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 、あらら、5匹がぶら下がりました。危ない。父さんだぬきが駆け寄りましたが、間に合いません。おーい、おーい、手を離すなよ、手を離さないよ。タコは上がって上がって雲を抜け、天まで上がりました。ひゃー、眩しい。子ダネキたちが
丸い目をシュパシュパキョトキョトしていると、向こうの方から天の神様がやってきました。おりゃりゃ、大きなタコが小さなタヌキを5匹も連れてきたぞ。白ひげの神様はタコを手に取って、これは素晴らしいタコだな。そこで5匹は胸を張り、父さんが作ったタコは世界一。ほうほう、世界一か。どうじゃな、これとタコと取り替えてくれないかな。すると5匹の目の前にドドーン、お菓子がいっぱい、チョコレート、ケーキ、キャラメル、ビスケット、メロンパン、おいしそうだな。でも5匹は手をつなぎ、ダメ。そうかい、それならこれとタコと取り替えてくれないかな。じゃじゃーん、5匹の目の前におもちゃがいっぱい、トラック、ボール、ロボット、飛行機、プラモデル、面白そうだな。でも5匹はダメ。わっは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 、確かに君たちのタコは世界一。さあ春風に乗ってお帰り。父さんが下で心配して待っているぞ。そこで神様がポンポン手を叩くと、春風が飛んできました。子狸たちはしっかりタコを持ち、春風に乗りました。よかったよかった。父さん、子狸たちを抱きしめた父さん狸の目に涙が光っていました。父さんが作ったタコは世界一。お菓子なんかに変えられない、おもちゃなんかに変えられない。あー、すごい上手でしたね。椅子前の方に寄せてください。はい、ありがとうございました。すごいね、本当に時間通りですね。時間ね、大丈夫かなと思いながら少し気にしながらこう見てたんですけど、ぴったしカンカン5分間でね、本当にすごいこう練習してるんですね。はい、ね、画面の切り替えがあったりしてね、ここも忙しくしてるんですけれども、でも皆さんも本当にすごく練習したでしょう。はい、これってもうお話大会からだいぶ経ってるから、ほらもう忘れてるかなと思ったりしたんだけれども、どうですか。ちょっと覚えてないところが多かっただけれど、全部読めてよかったです、ね、全部読めてよかったですね。本当にね、こう動作もしながらなのでね、本当にこう声だけじゃなくてね、こう動作もしながらで大変だったと思うんですけれども、本当にとても上手でした。拍手をお願いします。もう一度みんなで拍手しましょう。それでは CM です。
短はい、今FM 読谷グーチョキパースタジオから生放送でお届けしておりますけれども、今日は、ゲストに、古源小学校、それから、古源南小学校のお友達童話大会の、ね、ゲストに、お招きしておりますけれども、先ほど古源小学校の、宮城春人さんと大崎レオンさんお話ししてもらいました。童話大会は低学年の部はもう今年が最後ですね、お二人ともね。はい、うん、で童話って覚えるだけだから少し簡単かな、うん、そうでもない。いや簡単簡単だった。簡単ではないです、ね、ないですよね。だってね、そして学級代表になって、で学年代表になって、そして学校代表になったんでしょ。はい、本当に素晴らしいなと思いますね。そしてこの次はね、またね、小学校の高学年のお姉さんにやってもらうんですけれども、ここで1曲だけ、うん、今日少し時間がありそうなので1曲だけ、メールが届いています。メールというよりもこれメッセージがなんですけれどもね、先週届いたんだけれどもちょっとこれ読みそびれてしまいました。ラジオネームひよりちゃん、お兄ちゃんの童話見学に来ました。来年は私も出たいですということで、隣のトトロかけてくださいということでメールをいただいたんですけれども、隣のトトロちょっと準備ができてたかなと思って今ちょっと準備していますけれどもね、これは11月18日の土曜日に出てくれたお友達の、玉木春のひよりちゃんという子がね、メール預けてくれたんですね。それでちょっと準備してなかったのでどうしようかなと思ってたんですけれども、今日、こちらの方でちょっと届けられるかな、少し時間がありそうですので、1曲ここで音楽をお届けしたいと思います。散歩という曲みんな知ってる？はい、うん、散歩という曲を、リクエストお願いしますということですのでね、ひよりちゃん聞いてるかな。お兄ちゃんたちがね、前出たお話大会で出たんだよね。その時に応援に来てくれた友達で、私も来年は出たいですっていう気持ちを込めてね、これをかけてくださいと言ってたんですけど、その時準備がなかったので、今日お届けしたいなと思います。今準備してるんですけれども、準備が整ったら音楽お届けしましょうね。みんなこの散歩っていう曲は聞いたことある？はい、歌える？もし歌えるんだったら一緒に歌ってね、うん、と思ってるんですが、なかなかちょっと準備ができて、あーそっか、もしかするとね、この中にちょっと入ってないかな。よし、そっか、時間もギリギリになっちゃうかな。お話から先にやってもらった方が安心かな。時間がね、途中で終わってしまったらね、お話が途切れてしまうので、じゃあ、ごめんなさいね、ひよりちゃん、その後にまた音楽が届けますね。それでは、そのままお話、童話お話のお話を続けたいと思います。今度は、先ほどは童話でしたけれどね、童話は物語を自分たちで覚えてお話をします。今度は高学年の部の、お話です。自分で作文を書いてお話にしたんだそうですね。それでは古源南小学校、日田リリさんによります、家族のためにできること、どうぞお願いします。わー、かわいい。私が2年生の時、待ちに待った双子の妹たちが生まれました。病院で最初に2人を見た時、小さくて可愛くてなんだか胸がドキドキしたことを覚えています。抱っこしてみると思っていたよりも軽くてびっくりしました。2人とも、とても柔らかくて温かくて、私たち家族のところへ来てくれてありがとうという気持ちでいっぱいでした。大きくなったら一緒に公園に行ってブランコに乗ったり鬼ごっこをしたりして遊ぼうね。二人が大きくなるのがとても楽しみでした。実際に妹たちが大きくなってくると困ったことも起こり始めました。私の好きなご飯やおやつ、おもちゃなどを
ちょうだい、ちょうだい。と言って、追いかけてくるようになりました。ねえねえのだからダメよ。と、優しく言っても、わかってくれなくて、困ってしまいます。あげないと、泣いて暴れるので大変です。二人同時に泣くと、嵐のようです。父と母があまりにも忙しそうなので、自分にできることは手伝うことにしました。おむつを替えたり、着替えさせたり、母がご飯を作っている間、面倒を見たり、お風呂の湯船の準備や後片付け、夏休み中は保育園の送り迎えなども手伝いました。こうして手伝っている間に、父と母の大変さや忙しさに気がつきました。父と母は妹たちのお世話だけでなく、仕事や私の宿題の丸付け、洗濯、食器洗い、ご飯作りもやってくれています。父と母がこんなに大変な思いをして私たちを育ててくれているのに、当たり前だと思い、わがままばかり言って、父や母を困らせていました。ありがとう、と伝えたこともあまりありませんでした。でも、手伝ってみて、やっぱりこれは当たり前ではない、と思うようになりました。いつも家族のために、夜遅くまで頑張ってくれている父と母のため。ねえ、あ、ねえね、あしょぼ。と、笑顔で走り寄ってくる可愛い妹たちのため。これからも家族のために、これからも自分にできることは頑張ろうと思います。家族のみんな、ありがとう。すごいですね。その前の方にちょっといいですね。ああどうでしたか、ハルトさんたち聞いて。聞いててちょっと、うん、そういう気持ちが伝わってくるなっていうことは感じてきました。ああそうだったんです。そっか、あのその情景がね、なんかあこんな風にしてるんだなっていうことがね、すぐ分かるようなそんなねお話でしたね。ね、家族 の、 そのお父さんお母さんの大変さっていうのが自分がお世話をして初めてそれが分かって当たり前ではないんだっていうことがね、本当に大変なことをお父さんお母さんしてるんだなっていうことをね気がついたっていうお話でしたね。本当に3名の皆さんにもう一度お拍手、みんなで拍手しましょうとっても素晴らしかったなと思います。少しほっとしましたかさっきよりはほっとしましたか、はい、そしたらえさっきの私があのお話をする前に音楽をお届けしますって言ったけれど、さっき間に合わなかったのできなかったので今お届けしましょうね。先ほどの、ひよりちゃんからの、うん、リクエストですね、お兄ちゃんの童話の見学に来ました。来年早く私も来年は私も出たいです。トトロの散歩お願いしますということですので、トトロの散歩準備ができましたので、お届けしたいと思います。それでは聞きください。左道歩こう歩こう。
はい、聞いていただきましたのは散歩でした。この散歩は、先週こちらに出てくれたお友達の、童話お話し大会で出てたお友達の、ひよりちゃんの、お兄ちゃんの童話の見学に来たひよりちゃんからのリクエストでした。ひよりちゃんありがとうございました。FM 読谷に来て、ラジオのことが分かりましたということをね話していました。ではスタジオの方にも可愛いお友達がいます皆さんの好きな歌は何ですか？お話もねとても上手でしたが、いまいち思いつかない思いつかない。学校で歌ってる、今歌ってる歌ってどんな歌？学校で歌ってる歌、ハルトさんたち3年生は何を歌ってる？学習発表会で忙しいからあんまり歌うことはありません。学習発表会に向けてるのね、はい。それからじゃあリリさんは？私も明日南区発表会があるので、うん、同じです。そうなんですね。あ、読谷村の小学校は明日学習発表会があるのかな、みんな、まあではないと思うけど、うん、古源南と古源小学校は、古源小学校もね、行事が同じように行事が、なるほどね。木名小学校もあるっていうことでしたからね、もしかすると読谷村のねその小学校の学習発表会はしたかもしれませんね。3年生は何をするんですか？古源小学校の3年生は、リコーダーと合唱と合奏です。あ、そっか。音楽発表会もあったでしょ？音楽発表会もやりましたか？音楽発表会は、学習発表会と同じになってます。なってたのね。あ、そっか。一緒にやってるのね。リコーダーでは何を演奏するんでしょう？パフです。お、パフ。かっこいいね。それで、リリさんは？エーデルワイスと小さな世界とパイレーツオブカリビアンとボディーパーカッションをやります。あ、それはボディーパーカッションをやるの？はい。わ、すごいね。3年生の皆さんボディーパーカッションとかかる？小さな世界は同じ。同じ？ボディーパーカッションするの？ボディーパーカッションはやる人が決まっている、うん。あ、そうなんだね。あ、すごいね。ボディーパーカッションも今の子供たちはみんなやるんだね。こうやって叩いてトントンとかってやるよね。あ、素敵ですね。じゃあ音楽、どちらも音楽の発表だ。南小学校の4年生も、はい、それから古源小学校の3年生も音楽の発表をしてくれるのね。はい。劇などもやったことありますか？1、2年生の時が、1、2年生の時がちょっと大きな株とか、いろいろな絆の深める話とかがありました。ありました。あ、そっか。じゃあ学年でこう決まってるんですね。 あの演じるのはね。はい、で何が得意ですか？ハルトさんは何が得意ですか？音楽？パフ。おー、すごいね。リオンさんは？音楽で言うとなんか全部ですよ。全部。全部はすごいね。好きだね。リリスさんはなので、あ、そうなんですね。私も音楽部。あ、そうなんですね。それではここでまた CM です。
FM 読谷グーチョキパースタジオから生放送でお届けしております。子育て応援団の恵子先生です。メールが届いておりますのでご紹介したいと思います。恵子先生こんにちは。可愛い声にユーストから見てますっていう、ユーストリームってこうね直接見られるの、それから見てますって。幼いながらに頑張っているみんなから勇気もらえました。みんなの声に張り合いもあり、良いお声していましたね。リリさん、妹ちゃんの成長楽しみですね。小さな妹ちゃんを思うあなたが、あなたの心が伝わってきて目頭が熱くなりました。良いお話を聞かせてくれてありがとうございますということで、玉木めぐみさんからのメールですね。玉城めぐみさんって言ってね、リスナーの人がいるんですね。ラジオをいつも聞いてらっしゃるんだけれどもね、玉城めぐみさんありがとうございます。ちゃんと聞いてくださったんですね。じゃあみんなもお礼ってください、どうぞ。ありがとうございます。めぐみさん、みんなね、なんかこうドキ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 してたんだけれども、だん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 この弾けてきて楽しくなってきたようです。でもこうやって聞いてくださっている人がいるっていうことがね、とても励みにつながると思いますよ。本当にめぐみさんありがとうございました。リリちゃんのお話聞いて、妹さんを思う気持ちをね聞いて目頭が熱くなったんですって。なんか自分ではこんなになんか聞いてる人がこんな感動するぐらい文章を書けたんだなって、本当にね。めぐみさんありがとうございますね。この、今のメールを聞いて、聞いてる人がこんなに感動してくれたってことがまた感動したということでね、今リリさんからその感想がありました。ありがとうございます。こうやってラジオを聞いてる人がね、今聞いてますっていうことでね、メールをくださるっていうことがまた子どもたちにはね、すごい不思議なようで、またすごい励みにもなるということでね、本当にありがとうございました。それでは、もう最後のコーナーなんですけれども、こちらに、来ているお友達、古源小学校の宮城春人さんと、それから大崎レオンさん、そして南小学校の飛田リリさんですけれども、3人の来年、もう12月ですからね、来年はまた学年が一つこう上になりますね。その抱負というかね、抱負ってわかるかな、その、何を頑張りたいとかっていうのがあったらお願いしますね。誰から行こうかな。春人さんから行きますか。何か頑張りたいのありますか、来年4年生になったら。特にあんなに特にない、いろんなこと頑張りたい。よし、じゃあもういろんなことにチャレンジしますって言ったら。いろんなことにチャレンジします。OK。 じゃあ大崎レオンさんどうぞ。来年は意見発表で、はい、また学年の代表として出て、生活面では整理整頓を頑張りたい。あ、生活面もね、すごいね。お母さん嬉しいかもしれませんね。お母さんたちも今こちらのですね、8連のところ、こちらの、フロアの方からね、応援してるんですよ。お母さんたちも嬉しかったかもしれませんね。生活面での頑張りも言ってくれました。じゃあ、4年生のリリさんは来年は5年生になります。どんな何か抱負がありますか。来年は、村大会、お話大会の村大会で勝って、中上地区大会に出てみたいです。あ、なるほどね。そっかそっか。学校代表になったけど、今度は、読谷村代表になって中上大会に出たいというね、童話お話大会の、それはやっぱり意見の作文を書かないといけないのね。先に進めるっていうことが、ね、もう考えるっていうのが自分にはなかったので、そうしてみたいと思います。ね、そうですね。いいあれだね。励みになる、皆さんもね、参考になりますね。はい。じゃあ、ほら、ハルトさんとレオンさんは来年は高学年だから、リリさんと一緒だよ。村大会で一緒になるかもしれないね。はい。読谷村大会でね、学校代表になってまた読谷村大会で一緒になるといいですね。はい。それと、今日来ていただきましたけれども、今日のスタジオの感想はいかがですか。読谷の感想は。レオンさん。レオンさん、自分から。どうぞ。自分が思っていたよりも広くて、やっぱり体育館よりも緊張して、声が一瞬出ないようになってました。声が一瞬出なかったりしたんだ、はい、ね、思ってたより広かったのね、はい、それからじゃあ、ハルトさんはどうですか。
来る前にしょっちゅう迷っちゃって、うん、ああそっかそっか、ああじゃあ慌ててしまったんだね、はい、スタジオはどうですか。スタジオはやっぱり結構広いですね、うん、ああ広いね、本当のねテレビ局ラジオ局みたいでかっこいいでしょう、はいね、そしてリリさんどうですか。発表する前は緊張してて、うん、ちょっとなんか覚え全部言えるか心配だったけど、はい、行って終わった後は、うん、なんかもう緊張がなくなってよかったです。なかったですね。本当にね、もう慣れてきたから、もう皆さんもここで、パーソナリティになりますか。なりたいけど未来の夢がそうに向いてるかがあります。なるほどね。じゃあ大きくなったら何になりたいのかな。じゃあハルトさんはどうですか。特に決まってません。あ、まだ決まってなりたいのがいっぱいあるんでしょう。欲張って、はい、じゃあ考えていてくださいね、はい、そしてレオンさんが、うん、母と父が音楽の仕事をしていて、うん、自分も音楽を聴いていて音楽に慣れているので、うん、音楽の仕事をやりたいと思います、はい、すごいね、音楽家になるね、すごいですね。また音楽ってね世界共通だからね、うん、いろんな世界に羽ばたいてくださいね。そしてリリさんは、うん、保育士になりたいです。あ、すごいですね。保育士もね、もう子どもたち幼児教育の前世ってねすごいもんね。本当に子どもたち、やっぱりリリさんの作文からもそれ感じましたね、はい、子どもに対するね、はい、その温かさっていうのを感じましたね。本当に素敵なまた保育士になってください。そしてハルトさんはまた夢をたくさんある中から絞って世界に羽ばたいてくださいね、はい、そしてレオンさんはお父さんお母さんを超えてまた世界に羽ばたく音楽家になってくださいね、はい、レオンさんの、ね、お母さんやお父さんも読谷村の、ね、子どもミュージカルの講師をしたりとかね、いろんな音楽活動を活発に頑張っている、大崎さんですね。大崎ファミリーですよね、はい、はい、ということで今日は、スタジオに、童話お話第37回読谷村、PTN、連合会主催の平成29年、読谷村の、童話お話意見発表大会の各学校の代表のお友達に来てもらいました。そして、はい、ちょっと時間通り終われるかなとね、ハラハラしながら童話お話やっていただいたんですけれども、とっても素敵なね童話お話を、してくださいました。そしてメールを送ってくださった玉木めぐみさんもありがとうございました、リスナーの皆さんもまた何かありましたら意見とか感想などお寄せくださいね、本日は3時から、一緒に、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また来週もございます。来週はですね、古毛南小学校の、高学年とそれから低学年と高学年の、4名のお友達が出ます。古毛中学校のお友達も出ますね、どうぞまた楽しみにしていてくださいね。それでは、伸びたい伸びたい学びたい学びたい子どもたちはたくさんのサインを送っています。そんなサインをキャッチできるようなそんな大人になり なって、子どもたちを育んでいきたいですね、最後までお付き合いありがとうございました。それでは皆さんもありがとうございましたね。さよなら。カメラに向かってさよなら、お母さんたちも最後まで応援ありがとうございました窓の外にたくさんのギャラリーのねお母さんお父さんたちが皆さん応援に来てますね。ありがとうございましたってみんなで言おうか。どうぞ。ありがとうございました。はい、応援もありがとうございました。それではまた来週グーチョキパーでご一緒いたしましょう。さよなら、また来週。少し静かに終わったね。なんかね、音楽をかけるにはちょっと中途半端かなと思って。それではまた、来週。さよなら。